キャンプシーズン到来ということで、キャンプにぴったりな料理をご紹介したいと思います。レモンペッパー豚ステーキ。したら胡椒、割とたっぷり。しっかり焼き目つけておきます。玉ねぎ、レモン。レモン汁が入ってるじゃないですか。酸味結構強め。それと相まって美味しいね。うん、うまい。これだって飯盒のご飯にさ、これ美味しいよね。お酒も進む。皆さんこんにちは、今日のごちそうさまチャンネルはキャンプシーズン到来ということで、キャンプにぴったりな料理をご紹介したいと思います。レモンペッパー豚ステーキ、いやレモンペッパートンステーキ。トンの方がいいですかね、豚の方がいいですか。豚ステーキになりました。はい、レモンペッパー豚ステーキというメニューでございます。まあ、手軽なメニューでちょっとこう味のレベルを上げるポイントが、いくつかありますのでね、それを丁寧にお伝えしていきたいと思います。レモンペッパートンテキってなんですか。はい。まず材料ですね、今日は豚ロース肉なんですけど、どちらかというと肩ロース寄りのちょっとだけ刺しが普通のロースよりも多いお肉ですね。それから玉ねぎ、ニンニク、レモン、塩、胡椒、オリーブオイルっていう素朴な、なんかキャンプ場にある材料っぽくないですか。でまずレモン切っていきますね。レモンもちょっと苦味出てもいいので薄く2枚ぐらい取って、そしたら半分の方をジューサーで絞っておきます。でキャンプ場だったらこのままギューってやればいいんで、で反対側も絞って果汁を取っておきますね。でこれこのまま置いといて、豚肉かな、筋切りしていきます。でキャンプ場だったら筋切りもいらない気がするんですよね。普段僕だったらやらないです。じゃあやらなくていいのにね。盛り付けが汚くなるからやろうかな。ちょっとやっぱ違うんですか。やっぱりよれるよれないの話なんで、はい、で筋を切っていくと、1枚目、2枚目、で切ったらお肉に塩コショウ。この時点でこの料理の味は決まるわけですよ。この下味の塩分だけなんで。したらコショウ割とたっぷり。オリーブオイル火つけます。まず温めて焼いていきます。で蓋して3分ずつぐらいですかね、裏表。今中火ぐらいでやってます。この間にニンニク玉ねぎ切っておきますね。ちょっと豚肉切った後なんですけど、ニンニク玉ねぎも火入れするので同じまな板でいいと思います。で同時に入れるので同じようにみじん切りしちゃっていいですね。では3分経ったのでお肉裏返しますね。こうやってしっかり焼き目、しっかり焼き目つけておきます。でキャンプ場だったら当然これスキレットになるでしょうから、焼いてくっついちゃうようだったらもう少し油足してもいいと思いますね。蓋して同じく3分間焼いていきます。で3分経ったので蓋を外し、
ちょっとお肉がこうやって押してしまってればいい感じですね。火が入ってる状態ですね。このままでも普通に美味しいですからね。まあいわゆるポークソテーで、今日ちょっと肩ロースっぽくてここに油がないんですけど、この背中のところに、このロース肉だとすると結構油出るんですよ。ここで油が出てなかったら少しだけ油足して、ここにさっき切った玉ねぎ、レモン、ニンニク、玉ねぎは炒めすぎない。そしたら表面ちょっと色変わってきたら、ここでレモン果汁大さじ2分の1ってね。で、油とこのレモン果汁をしっかり混ぜてあげて、火止めて、あら、まあ簡単。感じですかね。はい、レモンペッパー豚ステーキ完成です。では温かいうちにいただきたいと思います。ね、玉ねぎとニンニク、この刻んで炒めたやつをたっぷり乗せてですね、でこの下に当然お肉から肉汁出てたまるんですけど、そのレモン汁が入ってるじゃないですか、その酸味結構強め、それと相まって美味しいんですね。いただきます。うん、うまい。これはあれじゃないかな、大人も子供もいいんじゃないかな。これだって飯盒のご飯にさ、これ美味しいよね。いいですね。お酒も進む。うん、やっぱお肉の肩ロースはいいですね。締まってる部分もあって油分もちょうどいいです。で、あとはこのニンニクと玉ねぎにしっかりと火入れをしないので、表面だけなんで食感が残ってて、ちょっとね辛みもありますね。うん、うまい。ごちそうさまでした。